が、あの、お金払う番台です。で、こちらで、靴を入れてください。そしたら、男湯と女湯です。昔の日本には、まあ、全国津々浦々銭湯あって、まあ、この京都でも本当にコンビニ以上銭湯があったんですよ。ただ、まあ、この本当にここ10年だけでも京都で80軒くらい銭湯がどんどんなくなってて、まあ、京都だけじゃなくて日本全国で銭湯がなくなってってます。で、まあ、それをまあ何とかしたくて、まあ、自分はまあここも本当は潰れる予定だったんですけど、まあ、復活させて、まあ、全国で銭湯をまあ何とか消えないようにしていこうという取り組みをしてます。まあ、メユは、まあ、銭湯ってなかなか若者が来ないものだったんで、まあ、そういう若い人に一つのカルチャーとして、まあ、楽しんでもらいたいというか知ってもらいたいということで、こういう若者が好きそうな、あの、まあ、僕たちも実際に言うようなこういう、あの、靴を作っています。このメイン T シャツで、この T シャツはあのパリの、まあ、友人、もともとメインのお客さんなんですけど、その子が履いてくれた T シャツです。あとは、そのスタッフとかお客さんとかにデザイン依頼することが多くて、これもだからお客さんだった、まあ、パリのセザンっていう子に書いてもらって、このポストカード、これちょっと前までメインで働いてくれてた台湾人のデザイナーの方が書いてくれて、とか書きます。